クション2030プラスチック製造会社第一成功社社長の石田さんが未来のために始めたこと。私のアクション2030は地方に眠る廃材でプラスチックの常識を変えるです。石田さんが作っているこちらのプラスチック製品、実は年間およそ180万トンもの廃棄物となるお米のもみ殻が使われています。こうした廃材を配合してプラスチックの割合を減らすことで SDGs の12番に貢献しています。廃材はお宝です。地方地方にいろんなお宝がありますから、なんとかの産地っていうところには必ずなんとかの産地の残りがありますから、地方の特産品から出るその土地ならではの廃材、例えば和歌山県の梅干しの種や淡路島の玉ねぎの皮など、どんな廃材でもプラスチック製品にすることができ、しかも強度は今までのものと変わらないといいます。本来プラスチックは原油を精製した粉から作られますが、石田さんは廃材を粉にしたものを独自の技術で混ぜ合わせ製品にしているのです。もうみんなでとにかくその CO2 を減らさなくちゃいけない、みんなで、環境を保全していかなくちゃいけないという中で、どうやったらプラスチックを少なくして同じものを供給できるか。廃材を混ぜることで原油の使用量を減らし、二酸化炭素の削減に貢献できるといいます。さらに石田さんは小学校に赴き、廃材から製品ができることを伝えています。一番インパクトのあったのは、じゃあもっと早くなんでやらなかったのとかね。でもそれって一人の声がきっとうねりになっていくはずなんですよ。絶対うねりになっていくはずなんですよ。そんな石田さんの2030年の目標は、廃材から次の商品を作り込もうと、それを当たり前にしていこう。このものづくりというのは日本唯一のものづくりになっていくと思います。その夢叶えましょう。